前は誰だ。本当の正体は。どういうことだ。今自分の正体を明かしたら何か不都合でもあるのか。私が誰であるかなんて全く意味のないことだ。そのまま左を走ってくれ。どこへ行くんだ。すぐわかる。死体を二つ拾いに行くだけじゃないんだろう、ジョン。それだけじゃ面白くない。新聞だって期待してるしな。人に物を聞かせたいとき、肩を軽く叩く程度じゃ誰も振り向かない。ハンマーで殴らなきゃダメだ。そうすれば人は耳を傾ける。じゃあお前さんは人様に物を聞かすほど偉いわけなのか。偉くはない。私は特別ではない。だが私のしてることは特別だ。してること？ああ。ああ、俺にはただのありふれた事件にしか見えないね。それは違う。いや、そうだ。今度の事件だって、こんだけ騒いでも、あと2ヶ月もすればみんな興味を失って目もくれなくなるぜ。君はまだ全体を見ていない。だが全てが終わり、幕が降りた時、それは理解しにくいかもしれないが、認めざるを得ないだろう。こいつ何が言いたいんだ。どうせくだらん計画なんだろ。君に見せるのが待ち遠しいよ。素晴らしい結末になる。全部見せてもらうよ。お前の横で幕が開いたら教えてくれ。せっかくのショーを見逃したくない。おう、心配ない。絶対に君は見逃さない。誰だ。お前の正体は。正体？ここまで来たら正体をばらしても損はしないだろう。私が何者だろうとそんなことに意味はない。とにかく左車線を走ってくれ。行き先は。時期わかる。ただ死体を見つけに行くだけじゃないんだろう。それじゃつまらないもんな。新聞だって期待してるんだし。人に物を教えるには今の時代肩を叩くだけじゃダメだ。ハンマーで殴りつけなくちゃならない。そうすれば人は本気で話を聞く。偉そうだな。お前はそんなに特別な人間なのか。特別じゃない。私は平凡な人間だ。私のしていることが特別なんだ。私の作品がね。作品だって？そうだ。俺に言わせりゃ何が特別なのかわからないね。それは嘘だ。嘘じゃないさ。いいから見てな。この事件だって二月もすりゃみんな興味をなくして忘れられちまうぜ。君はまだ結末を目にしていない。全てが終わった時、その時だ。私の作品は、たとえその意味が理解できなくても誰も忘れられなくなる。やっぱりこいつ異常だぜ。何言ってるんだかさっぱりわからねえ。早く君たちに見せたいよ。きっと気に入ってもらえる。お前にはぴったりくっついて離れないからな。結末とやらが来たら必ず教えろよ。見逃したくない。ああ、心配するな。見逃さないよ。すべて見てもらう。車は郊外に向かって走行中。追跡を続ける。ジャンクションを左折する模様。了解。見逃すな。交差点を左折するぞ。大丈夫だ。
何者だ。君の正体は。どういう意味だ。ここまで来たらそろそろ自分のことを喋ってもいいんじゃないか。私が誰だろうと全く意味のないことだよ。行いにこそ意味がある。どこへ行くんだ。今にわかる。二つの死体を拾いに行くだけじゃないんだろう。刺激が足りないよな。新聞の関心を引くには。人に物を聞かせたければ、後ろからそっと肩を叩くだけではダメだ。ハンマーでガツンとやらないと。そうすれば人は本気で聞く。お前は人に何か聞かせなきゃならないほど特別なのか。それは違う。私は特別ではない。特別なのは今行っている私の務めだ。君の務め。そうだ。俺には別にそう特別って感じはしないけどね。それは嘘だ。嘘じゃないさ。不思議なもんで、こんなこと2ヶ月もしたら誰も気にしないし、事件があったことも忘れちゃうんだよ。君はまだ結末を見ていない。全てが実行され、作品が完成したら、その時こそ人々は理解できないだろうが、その現実を認めることになる。異常者ってのは鈍いのかね。計画通りに行けばの話だろう。君にぜひとも見せてあげたいね。とっておきの仕上げを。俺はずっとお前のすぐそばにいるから、いよいよ始まるって時は声をかけてくれよ。見逃さないように。いや大丈夫、ありえないさ。君が見逃すなんて。護送車は現在フリーウェイを北進中。護送車は交差点を左折します。君は誰だ。何者なんだ。どうしてだ。ここまで来たら正体を明かしたところで何も変わらんはずだ。私が誰であろうとそんなことには何の意味もない。できれば左車線を走ってくれ。どこへ行くんだ。すぐわかる。ただ死体の隠し場所に行くだけじゃないんだろ。それじゃ刺激がない。マスコミも派手な展開を期待してる。人に何か言いたいとき、今の世の中じゃ手で肩を叩いたってダメだ。ハンマーで思い切り殴らないと。そうすれば人々は本気で話を聞く。じゃあお前は人に説教するような特別な存在だっていうのか。そうは言ってない。私は普通の人間だ。特別なのは私のしてる仕事だ。君の仕事？そうだ。悪いが、お前がしてることが別に特別だとは思えない。そりゃ違う。違わない。それに残念ながら2ヶ月もすりゃみんなお前なんか興味がなくなり、お前のやったことも全部忘れちまうんだ。君はまだ全てを見たわけじゃない。結論を出したければ全てを見てからにするべきだ。人々には理解しにくいだろうが、否定もできなくなるはずだ。こいつ一体何が言いたいんだ。お前がやってるのは単なる人殺しだ。早く君に結末を見せたい。きっと君も驚くぞ。俺は一瞬たりともお前のそばを離れない。だから何か始まるときはちゃんと教えてくれ。見逃さないように。ああ心配ない、大丈夫だ。見逃すわけがない。車はハイウェイを北上、止まる気配はありません。とにかくそのまま追跡を続けてくれ。